両足を固定したまま取った後素早く投げます。これは厳しい状況の時間がない中のカウンターショットと同じ動作になります。重心を低くしてパワーポジション、どちらでも素早く動ける構えをとっています。バレーボールのディフェンス地の構えや野球選手の内野手の構え、全てこの構えをしています。